はい、本日は7月28日、朝6時ですね。ビットコインの価格が114万2542円というふうになっております。こちらですね。つい、数日前は90万円台だったわけですけども、まあ、十数万円のこれで、1ビットあたりのね、利益があるわけなんですよ。で、ここから利確が始まると私は考えますので、例えばね、まあ、100万円を割らないまでも、多分ね、30万円とか、そのぐらいはすぐに下がると思うんですよ。ここで、利確する人がね、いますからね。利確してビットコインを売れば、その分だけビットコインの価格は下がりますからね。まあ、これはもう当たり前のことなんで、110万超えたら、どんどん利確が始まるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。まあ、その辺が、このチャートに現れているわけなんですけども、ずっと、クレバスの向こう側、左の方ですね。左の方に抵抗体があるわけなんですよ。まあ、これ以上は上がらないということですね。もうこれ以上に上がることがあったらフェーズが変わりますので、それはそれで別の対策を立てていかなくてはなりませんけども、現在はですね、適正価格と私が設定している100万円前後のフェーズ、こちらの方で推移しているんで、左側のね、クレバスの右側ですね。クレバスの右側の方を見たら、今が最高値なんで、100万円に向かってここから下がるものだというふうに考えますね。うん、ビットコイン。いや、だからね、ビットコインは、今、ほとんどの人がね、もう、なんですかね、暗号通貨は儲かりそうだぞってことで、まあ、いわゆるね、言葉悪いんですけど、素人さんが参加した時期が過ぎて、テレビ CM でね、出川哲朗さんとかが出てたあたりですよ。だから200万超えてる時に、もう異常値だったわけですよ。だからあの時にビットコインを買い込むってのは、すごく危険と言いますかね。私たちはああいう時はもう多くの人が目に触れた時は買わずに値段が上がるのを見てるだけと。ほんで利確ポイントだけを、まあ、ずっとね見ておいて、いい感じのところで利確をしていく。そして、大体ね、暗号通貨を2014年とか2015年あたりから意識して仕込んでる方っていうのはもう2年ぐらい待ってるわけですから、もう利確のタイミングが来たと思ってね、多くの方、いわゆる市場の方、もう普通の人ですね、普通の人がいろんな機械でビットコインで儲かるらしいよ、値段が上がってるよっていうので、二次的に知った方が買った時同時に売り切る、まあ売り抜けるわけですよね。まさにそれを狙ってたわけですから、2年間。ビットコインが有名になったら売るチャンスが来るぞと思ってたわけですからね。まあですので、売らない手はないかなっていうところで、200万円前後で、売る方が多く出て、そして150万で売る方がまた多く出て、100万円で売る方はもっと多く出て、なんですよ。もっと多く出て、暴落30万前後まで行ったというね、これはもうまさにシナリオ通りというか、難品すればするほど、その人は含み損を抱えていって、まあ、誰かの利確に合うということなんですよね。それで、まあ、ずいぶん前から買ってた人って、本当にね、買う量多いんですよ。だってビットコインが2万円とか3万円の時に、10万とか買ってるわけですからね、5ビットとか、10ビットとか。うん、で、それが膨大なビットコインになってくる、200万とかになってきたら、ものすごい、だって100倍とかになってるわけですよ。2万で買ってるわけですからね。ビットコインを2万とか3万で買った人が200万円台で売ったらもう資産100倍なわけですよ。で、その頃に200万で買った人っていうのは、利確する人の2万円ぐらいで買った人の利益をどんどん市場に置いて、そのままね、振り残されていくって形ですよね。本当に、まあ、気の毒といえば気の毒なんですけども、ビットコインに、ね、取り組むのが遅すぎたということもありますし、あとはね、当時、いろんな暗号通貨を、派生した暗号通貨を買うために、まず一回ビットコイン買わなくちゃいけないってことで、ビットコインに、買いが集中したってところがありますよね。まあ、ですんで、ICO に参加するためにビットコインを一回通す、イーサリアムを一回通す。この流れっていうのも、以前からビットコインやイーサリアムをね、持ってた人に、まあ、追い風になったかなっていうところですね。だから同じ暗号通貨でも、見てるところが違うんですよね。2015年あたりからホールドしてた人ってのは2017年、8年に売りのチャンスが来た。2018年前後に購入した人は、今まで値段がどんどん上がってきたから、これからも上がるだろうっていう形で最高値で買ってるわけですよね。もうピークアウトしてる時に買ってると。だから本当に気の毒な形になってるなと思いますけども、これがだから投資ですからね。安い時に買って高い時に売ると。で、安い時に買った人は値上がりするために、たくさんの人にその事実を知らせていくという形で、本当に綺麗にまとまったなというところですね。で、ICO は言うに及ばず、全部スカスカのものですから、有名人が勧めたものから、信用できると思って買ったものから、全部フェイクですからね。いや、本当にね、ビットコインですら価格が読めなかったのによく買ったなと思いますよ。
だからこれ当時もう言ってたんですけど、 ICO はまあ全部パーになるよと、あの暗号通貨バブルっていうのは多くの方が資産を失う時だよっていうふうにね、2年間ずっと毎日のように言い続けてたんですけども、まあ止まらないですよね。で、私が発信できる範囲なんて限られてますんで、当時でもせいぜい、数万人とかいう単位でしたからね。で、その数万人単位の方に届かなかった、聞いていただいたはず、見ていただいたはずなんですけども、それを振り切ってね、まあ、買ってしまった人が多数いて、で損をして、まあ、今暗号通貨の情報に興味がなくなっちゃって、まあ、チャンネル解除もだいぶ起きましたしね、なんかこう今何をしてるんだろうかというところですよね。まあ本当に ICO というふうに頭がついたものは全部パーになりました。で、多くの方がビットコインというのを知った瞬間、その時にすでに ICO が済んでいた唯一のコインが ADA だったんですけども、これだけですね、まともにうまくいったな。他のも何点かいいのがありますけども、ただ本当に当てるのが難しい、この確率のすごい低い宝くじを買ったようなものかなと思います。でビットコインの話に戻りますと、ここから値段が下がると私は考えてますんで、どん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 今ね売ってるところですからね、売ってるとこあのビットコイン、2万円とか3万円の時に10万円とかね20万買ってる人があの頃は本当に多かったんですよ。10万20万ですよ買ったのが。で5ビット10ビットなんですよ。で今5ビット10ビットっていうとちょっとした資産じゃないですか、だからね2015年ぐらいですよ仕込みが終わったのが。2016年でもちょっと遅いかなって感じで値段が上がり始めましたからね、7万とか8万とかになってたんで、まあ2018年ってのはもう手遅れの時ですね。買っちゃダメな時、売る時だったわけですよ。ですので今ね利確する人ってのはそこそこビットコイン持ってますからね、一人の人がまあ全売っていうかね持ってるビットコインを売るとしたら、例えばね20ビット売りましたみたいなレベルになってくるんですよ。だから暴落、値段が割れる時ってのは早いですからね、皆さんご用心ください。それでは失礼します。